はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。6月11日日曜日、代々木春の小川公園、13時30分、集合。NHK ネット聴取反対デモ、長期予報では、昼まで、小雨が降って、昼から晴れるみたいです。曇り、来てください。よろしくお願いいたします。入管法改正案、参院法務委員会、賛成多数で可決と。明日9日本会議で可決成立の見込みでございます。憲政史上委員会と本会議での賛否が違ってですね、懲罰委員会にかけられた議員がいるので本決まりは固いところであります。これ法務委員会で賛成ってやったのに本会議で反対ってやっちゃって懲罰委員会かけられた国会議員が過去におります。それぐらい重いことらしいんで、委員会で可決成立すると、大体本会議でもですね、可決成立はまあ固いところ、すごい固いところ、それなのに牛歩とかで嫌がらせして抵抗するのは、もちろんパッパラパーな支持者に向けてのパフォーマンスですね。そういうことを喜ぶ層がいるんですよ。バカは生えてくるんで、いなくならない。今いるバカを殲滅してもまた生えてくるっていうのが私の持論でして、ANN などテレビ中継されたんで、立憲共産の敵国野党が怒鳴って抵抗、猿のごとく大暴れ、山本太郎委員長に飛びかかろうと死ダイブ、死失敗、怪我人も出てるっていう情報もあります。だが頑張るとこそこじゃねえよな、思います。立憲共産の支持者はこれ見てキャッキャとよ喜ぶんでしょうな。パッパラパーの、本当に治療不可能で擁護不良な連中だわな。6月7日参院法務委員がいない令和の、山本太郎、これよくあるんですけれども、全ての党がその何、委員会に行けるわけじゃない。私、あれでも、豊島区委員会で一人ぼっちの会派でしたから、清掃委員会か、総務委員会か、子供文教育委員会か、どっちか選んでみたいな、そういうことになってましたもんね。もちろん、自民党さんみたいに数多いところは、すべての委員会に委員を入れられるんですけれども、令和は、法務委員会に、人員、入ってないみたい。あらゆる手段で入管法改正案を廃案にしてくれと立憲と共産に申し入れたそうであります。昨日ね、あらゆる手段ってだいぶだったんかーい。これ山本太郎はいいんじゃない、法務委員じゃないんだから、これ多分見学者の分際で何だいぶしてんだって話なんですけど、一般判断です。あらゆる手段、公安さんの出番ですよ。あらゆる手段ってもう違法なもんしか残ってないぞ。ダイブして委員長に怪我させたなんつったら、まあ違法行為ですよね。採決阻止できないのにどうやって廃案にすんの。頑張る時期は過ぎてるが、不法滞在は犯罪でない設定。テロか。確かにやりそうだよね、あんたら。中核派の政治部ですもんね。令和新選組って、中核派の政治部。令和です。こんなんで国民の支持を得られると思っているんだろうか。国民の支持は得られないが、人民の支持は得られんじゃねえか。って思いますね。もしくは、支持を得てるんじゃなくて、令和あたりね、支持されてるとか、人民に支持されている。日本語って難しいですね。漢字の違いでいろんな意味がある。山本の想定しさ、あらゆる手段、立憲と共産はですね、テレビカメラの前で怒鳴って暴れることと認識したみたいで、で、委員として出席した石川大が、豊島区の、テンパりすぎて、では賛成の方は挙手よっつって、言われて真っ先に手挙げちゃったなんてバカだな。テンパりすぎてて混乱してたのかな。頑張る時期が過ぎている。日頃からね、政策訴えて納得してもらって議席増やすのがやるべき努力ですよね。好きにしたいんだったら選挙で勝てばっていう話なんですけど、中核派は民主主義なんかまあ理解してないんでしょうけどね。そういう時々でその場その場で暴れればいいと思ってるバカ揃い。不法滞在は犯罪じゃない設定。石橋通宏立憲参議もこんなこと言っておりました。
難民希望者を保護するのではなく犯罪者として追い返そうとする姿勢が日本の避難民認定の根源だ、人権を守る気のない法務大臣は即刻その任から引いてもらうしかない、外国人の人権を保障してないんだけどな日本国憲法は。外国人の人権保障する義務ないんだけどな日本人には、一般反応です。頭弱いのかな悪用してるだけじゃん。不法滞在者は犯罪者だろ。日本は外国人犯罪者の更生施設じゃねえぞ。保護して衰弱させるなら送還した方が人道的。日本人以外の人権に手厚い立憲、難民認定がもっと緩い国行ってよ、立憲の支持率が下がる一方なのも納得。多くが難民のふりした犯罪者だぞ、難民だったらね、入国してすぎ難民申請するんですよ。困ってんです、それがですね、犯罪を犯して強制送還されそうになると慌てて難民申請するってどういうことなんだっていう話。犯罪者として追い返そうと、言ってますけれども、ここでもですね、不法滞在は犯罪ではない設定が有効になってますね。いやいや、不法滞在者は全くの犯罪者でしょ。不法なんだから、こういうちぐはぐな設定がですね、一般人と話が通じなくなる原因で、パヨ語が難解な理由も、こいつらが世間から返しまくってるのもこれのせいですね。この馬鹿げた設定がおかしい、前提がおかしい、世間から浮きまくってですね、もう地面に足ついてないプカリプカリと浮いてるようなイメージなんですけど、皆さんどうでしょうか。では明日9日にも入管法が改正されると何が変わるのか、難民申請中でも不法滞在以外の犯罪を犯した者は送還できるようになった。今までできなかったのやん、びっくりしちゃいますけど、保釈管理人につどつどの報告義務が課せられ、違反すると10万円の罰金に、今まで何人逃亡させても罰則なかった。だから一人で80人逃がした弁護士とかいるんですよね、たった一人で、280人引き受けてそのうち80人を逃がしちゃった、報告義務があるんだったら逃がしたら報告できねえから、今何やってますこういう状態です、報告できねえから、まあ、逃がしたら10万円ってことですよね。一般判断です。やましいことなければいくらでも報告できんだろう。特定の弁護士が何百人も身元引き受けになって大勢逃亡したから、困窮しないように体調管理できるんだぞ、喜べよ。一番信用されてないのが支援者という地獄、ガチの犯罪者擁護組織、お前らが支援してるのは難民じゃない、文句言ってる支持団体がいるが、なぜ、保釈中に逃げたり犯罪したりさせないように管理するのが仕事では、国から礼金もらうのに何らかの責任も負いたくないって虫が良すぎる、勝手なことほざいてんじゃねえぞって話ですね。うすうすですね、こいつら逃げそう犯罪犯しそうって思ってんでしょうね、難民じゃねえよな本当はこいつらみたいな、一人2、30万もらえるんだって、管理人になると。それで逃げても罰則ないって、こんなのはなんだって話ですよね。一人で280人受け負って一人につき20万もらったら5600万でしょ、弁護士。そのうち80人逃がしてもお咎めなしっておかしいよな。逃げようが犯罪を犯そうが関係ない、責任負わずに礼金もらってウハウハしたい、そんなんで税金消費させるわけいかないっすよね。こんな奴らがいっから税金高くなっちゃうんで、こいつらの熱い支持を応援を受けて立憲だの共産は暴れてんですけど、もう世間一般の支持を得ることは遠の昔に諦めたんでしょうね。立憲と共産、特殊な属性を持つですね層の岩盤支持さえあればいいって開き直った感がありますね、開き直ってはいないが、あまりのパヨ語の通じなさに、結果的にそうなってるのかもしれないですね、支持者と立憲と共産が頭にあまりに頭がおかしくなりすぎて、自然と乖離してしまって、つまり立憲や共産や令和は異人種、日本にいながら中身が人民化してんじゃねえか、立憲なの共産だのがですね、国民のって言ったら全部人民に置き換えてみてください、すっきりとね意味が通りますからね、シーカズを国民の平和が第一とか言ってるけど、これは人民の平和が第一って考えてください。だから9条を守れ、人民軍の平和が大事、9条があれば安心して攻められるからな、人民軍は。立憲、国民の理解が得られないっていうのは人民の理解が得られないに、変えてみてください。意味がすっきりと通じます。野党第一党を争う維新と立憲が険悪、馬場幹事長、維新を
立憲を叩き潰す昭和の手法で審議を遅滞させている、社会党に先祖返りしてんじゃねえ、立憲安住日程闘争をしないなら野党もどきだ、そんなの野党じゃないって言ってるらしいんですけど、日程闘争というバカワードもう立憲は潰れてるのでは、テレビも見放し始めてるので次はびっくりぐらいびっくりするぐらい減るぞ、またギャーギャー騒ぐのかな、辻元が落選した現実をだな、誰一人立憲が勝てると思ってなくて草、反対するのが大変だと言ってなかったか、大変出す能力がない政党もどき、日程闘争の間違いだろ、そろそろ党名変えようかと、野党もどきって言ってますけど日本人もどきが何言ってないんでしょうねこの人民がって話なんですけど、バカあずみ、日程闘争の嫌がらせを指摘されてカチンときちゃったら、そんなことぐらいしかできないって自覚あるんですかね、対案作れぬ政党もどき、それが立憲と、さらに立憲大阪政治馬場さん何言ってんの、立憲を叩き潰して国民が幸せになるんだろうか、一般反応です、なります、なります、幸せになります、すげえ幸せになると思う、多くの人間が立憲の消滅を願っている、反社の立憲が潰れることは国民にとってメリットしかない、日本人は幸せになるね、立憲がなくなったら少なくとも私の幸福度は上がると、ここでも通用するですね、国民を人民に痴漢してみようって話なんですけど、立憲を叩き潰して人民が幸せになるんだろうか、あら不思議、辻褄バッチリ、人民は幸せにならないよな、あはははは、立憲潰れたら人民は、なります連呼で笑っちゃう、我々がいなくなったら困るでしょうって、本当にね、あの自己評価が高すぎるっつうか、バカほど自己評価が高いダニングクルーガー効果そのものですね。6月8日露木康弘警察庁長官記者会見、ガーシー逮捕について国外逃亡、国外逃げ得許さないというメッセージを発信できた点で特に意義があったと、警察庁の長官がここまで言うのはなかなかないですね、どんな犯罪してもドバイに逃げれば大丈夫なんて、そんなことになったらあのたまんねえもんね、警察の威信なんか丸つぶれだし、一般反応です、背後関係も含めしっかりと処罰してほしい、被害者家族を脅したくせに実家のガサ入れに泣きわめいた人間のクズ、ルフィの件といい警察の本気度が、日に日に上がっている、ガーシーが犯罪で得た金の分け前に預かった者たちも検挙してほしい、こんな奴が国会議員であったことが日本人として恥ずかしい、バカは生えてくるからな、いなくならないよな、ガーシーを利用した立花も逮捕してほしいという意見がありました、厳罰を望む声多数でありました、そういえばあのドバイで散々日本人の恥さらしてね、こいつにあの投票したバカは反省するようにな、バカなんだから、それともバカだから反省できねえのかな、バカがバカにつける薬をつけないで飲んじゃうぐらいのバカ、バカであたおかのガーシー信者がまだ存在してて初犯だから執行猶予ですぐ釈放されるなんてことをわめいてますけれども、なんとホリエモンもわめいてそういうふうに言ってるんだって、常習脅迫には猶予つかないと思うぞ、だってあのプロ犯罪者って見なされたってことだしね、現に逃げ回ってたし送還されたのは自分の意思じゃないそうだし、なんかあの食事に出かけた時にドバイの警察にとっ捕まって飛行機にあの押し込まれたみたいですよ、だからあのスマホ1丁しか持ってなくて現金も持ってなかったっちゅうね、犯罪と思わなかった、再犯しそうなこと言っちゃってね、そんなこともわかんないならまたやりそうだなって思われるのがオチですよ、わかんなかったら仕方ないねって言われるとでも思ってたんでしょうか、バカだよな、そこはですね犯した罪を深く反省しています、もう二度といたしませんって言うとこだよ執行猶予欲しいならね、あと帰国命令に従わなかった、パスポート失効しても逃げてた旅券法違反っていうのも追加だし、悪質ですから執行猶予つかないと思うぞ、初犯でも、ホリエモン、ホリエモン自身が初犯で実刑だったじゃねえかよ、って話、戸塚署の留置場で一緒になったおっさんの知人もですね、脅迫の初犯で一発実刑食らってたって、脅迫って2年までなんですけれども、1年半の実刑食らってたそうであります、何でもね、あの被害者に録音されててそれがもう聞くに耐えないようなもんだったのって、
もうあの本人だけじゃなくて家族もどうのこうのしちゃうぞみたいな、聞くに耐えないようなあの脅しかまして一発実刑、だったそうであります。収監される前日一緒に飲んだんだけど、すげえあの死んじゃうような勢いで酒ガブガブ飲んで荒れてたって話、こいつを利用した立花も逮捕して、心配しなくてもいずれそうなると思いますよ。彼にはですね、あのコートの金を好き放題私物化した横領と背任の容疑もかかってるそうですし、党からあの無利子無期限で3億円借りてることになったなんて、無利子無期限の借金っていうのはみなし贈与って認定されて、贈与で脱税の疑いもかかってきますね。1億円以上の脱税は刑事罰になりますよ。懲役もありの、3億円はまあ余裕ですね。巨額その他でですね、2年6ヶ月の懲役刑の執行猶予始まったばっかの弁当持ちなんですけど、あのこちらの執行猶予取り消されて刑務所行くのもあの間近そうですね。立花亡き後も NHK 問題は日本改革党があの継続しますんでご安心ください。 NHK と戦うぞ戦うぞ、どんどん戦うぞ、オウム真理教みたいになってますけれども、ちっともそんな感じではありません。ということで6月11日、とりあえず NHK と戦いの一幕であります。ネット聴取反対でも開催いたしますので、皆様よろしくご参集ください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。